今回は久しぶりに、カツパン、カツサンドとの呼び声も高い、あのツイフェミの王を取り上げていきたいと思います。そう、セイルドルフ様です。セイルドルフ様を最初見たときは、なんだこいつやべえなと驚いた覚えがあるのですが、最近はもっとやべえ奴がゴロゴロ湧いてきますから、最近ルドルフ様を見てもなんとも思わなくなってしまいました。彼はまだあのことをめちゃめちゃ気にしていたようです。セイルドルフ様のツイートから引用します。そういえば約1年前になるが、私がカツパンの絵を描けと言われて急して、画像を加工したものを自分の解体だと言い張って出したが、すぐにバレて消したということにされた。未だにこれが事実だと思っている奴も多い、の今にして思えばデマと悪意による事実のねじ曲げの先駆けで。いや、あの流れで写真を加工したものを投稿したら、そうとしか思われないでしょ。じゃあなんで追消ししたんでしょうね。無駄に凛々しいアイコンしてるくせに、1年前のことでくよくよするのやめてもらえませんか。言ってることとアイコンが全く一致してないんですよ。言動とアイコンが正反対なんですよ、ルドルフ様は。バカバカしい話だが、コラボのような問題が起こって消えることを予見していたとも言えなくない。まあ似たようなことは、私以外にもいろんな人がやられているわけだが、小規模で起こっていたこの種の事実の捏造が、マスコミや公職者を巻き込んで起こったのが今回であると言えるか。あの時非常に危機的なものを感じたのは、ある種の人間の情報把握の仕方だった。スクショと説明で物語化された内容を、客観的真実と信じて疑わない。そしてそうでないならば証拠を出せという態度。カツパン事件の真偽はさておき、なんとなく話が見えてきましたね。どうやらコラボの話に便乗して、さりげなくカツパンの件には一部捏造が含まれている、と主張したいようです。信じるか信じないかはあなた次第。じゃああの流れで一体どういう意図で、あの画像を投稿したんだよっていう。さすがヒマソラアカネ様に、ルドルフは認知が歪んでいるので認知プロファイリングする意味がない、と言われただけのことはありますね。またヒジリルドルフ様はコラボ関連のツイートも一部しています。訴訟費用はカンパで集められるから恫喝は聞かない、みたいな発言自体が、積み重ねられていくものだという意識がないのがね。自分の発言が積み重ねられていくことも知らずに、好き勝手に適当なことを言いまくった結果、ツイフェミ界隈からも相手にされなくなってしまったのが、現在のルドルフ様なのではないでしょうか。ルドルフ様ってツイフェミの中でもちょっと変わってて、ひたすら界隈にこびるツイートばかりをしてるわけでもなく、単純に思ったことを言ってるっぽいんですよね。普通の人だったらこれ言ったら嫌われるからやめとこう、と思うことまで何も考えずにツイートしてしまうのです。その結果ツイフェミ界隈の外からも叩かれて、一時期鍵垢にしていた時期もありました。その結果、ルドルフ様はフォロワーが3400人いますが、RT が一桁台のツイートも珍しくありません。もはやツイフェミ界隈からもほとんど構ってもらえていません。これは悲惨です。というかツイフェミ以外だと私くらいしか、彼のツイートを追っていないという説もありますね。公金が正しく使われることを願っている税はとりあえず今、何を差し置いてもコラボの活動そのものの障害になることや嘲笑したりしてる連中、それを娯楽にして嘲笑してる連中を批判するもんなんじゃないのかね。それとも公金が正しく使われることを願っている税、なんて存在しないのか。ちょっと日本語がわかりにくいので翻訳すると、公金を正しく使えと言っている奴は、コラボの妨害をしたり嘲笑したりしてる奴を批判しろ。批判しないってことは公金なんてどうでもいいんじゃないか、という感じでしょうか。すまん、翻訳しても意味がわかりません。多くの人が一番気にしてる問題が公金の使い道だと思うんですけれども、もしかしたら本人の中では皮肉を言ったつもりなのかもしれませんが、ちょっと解釈が難しいですね。認知プロファイリング、不可能、コラボがバカにされまくっていることに対して、ルドルフ様はめちゃくちゃ嫌な思いをしてるんだろうなということは伝わってきます。他にもルドルフ様は藤田貴則様に関するツイートをされていましたが、ちょっとよくわからなかったので割愛します。最後までご視聴ありがとうございました。